竹島の日、竹島の日は島根県が条例により定めた記念日、2月22日がこれに定められた。竹島の日は2005年平成17年に竹島の日を定める条例、平成17年3月25日島根県条例第36号により定められた。島根県大木郡沖の島町の竹島は1905年、 明治38年1月28日に島根県への編入を閣議決定し、同年2月22日に第16代島根県知事の松永武義が所属所管を明らかにする告示を行った明治38年根県告示第40号。2005年はこの閣議決定及び告示から100周年に当たることを記念して、同年3月16日、 島根県議会は2月22日を、竹島の日とする、竹島の日を定める条例を制定し、住田信義島根県知事もこれを全面的に支持した。同条例1条は、県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。としている。 日本では、竹島の日の制定とは関係なく、交流行事などは通常通り実施された。全国資格紙はいずれも韓国に対して冷静な対応を求めたが、毎日新聞は国交正常化以来40年間積み重ねてきた友好関係にここで傷をつけては両国民にとってプラスではない。朝日新聞は将来は領土争いを超えて、 島が友好の象徴になる日だって来ないとも限りません。竹島問題を日韓が互いを思い合う素材としたいものです。と、韓国側に呼びかけ、また、同志論説士官の若宮博文が、例えば、竹島を日韓の共同管理にできればいいが、韓国が応じるとは思えない。ならば、いっそのこと島を譲ってしまったら、と無双する。と書くなど、 日本の領有権主張を弱めるか放棄した上での日韓友好関係の構築を支持したのに対して読売新聞は領土問題は国の尊厳に関わる基本問題だ。揺るがせにしてはならない。韓国を刺激しないようということなかり主義では日本国民の理解は深まらない。都市産経新聞は日本国内でも竹島の非常例成立を機に田村らが残した研究を 多くの国民が学び、竹島が歴史的にも法的にも紛れもない日本の領土であるという認識をさらに深めいとするなど、日本が竹島の領有権を主張することへの正当性を支持する意見を掲載した。総統州の僧侶たちが韓国側から竹島に上陸し、徳島は韓国領と主張する抗議活動を行った。2> 第二次、安倍内閣は 日本政府主催による竹島の日記念式典の開催は見送ったが、2013年2月22日に島根県主催で行われた第8回竹島の日記念式典には日本政府の代表として島尻愛子内閣府大臣政務官を派遣した政府関係者としては初。島根県は安倍晋三首相の出席を要望したが実現しなかった。他の閣僚の出席についても 韓国側に配慮し、見送られた。大韓民国では、この、竹島の日の制定に対して、激しい抗議運動が起こった。2005年2月23日、テレビ朝日ソウル支局の韓国人記者が、外信記者クラブで、高野紀元中間大使に対し、竹島の日条例をどう思うかと質問した。高野大使は、そういう問題が起きているのは知っているが、竹島は、 日本領でこの問題が日韓関係全般に悪影響を与えないことを望むと回答した。韓国では竹島は日本領の部分のみが切り出されて報じられ反発を呼び、ついには中間講師を呼び出しての厳重抗議に立った。2005年3月16日、ソウル市議会議員蔡在翼が抗議のため島根県議会を訪問、玄関付近で カッターナイフを取り出したため、警察官らに取り押さえられる事件が発生した。同日11時に、軽症北道議会は、道議会前の庭で、日本の独当領有権侵奪の能力を求断する決起大会を開催し、横3メートル、縦2メートルの大きさの日の丸端に火をつけて、手櫛議会も、日本政府は、韓国の犠牲者に頭を下げて謝罪するようにの、決議文を採択した。 竹島の非常連制定に反発した韓国政府は、これまで厳重に規制していた観光客の竹島上陸を解禁すると発表し、3月28日に一般観光客が初めて竹島に上陸した。2005年6月19日、京商南道馬山市は竹島の日に対抗し、1419年、欧米26年に、李氏朝鮮の李獣茂が大軍を率い 和光の根拠地とみなしていた津島征伐のために出兵した6月19日を津島島の日する条例を制定した。馬山市は大江の外交の地に津島が服属したとしているが、韓国政府は馬山市に対して条例の撤回を求めている。2005年6月に京昌北道は10月を独島の月とし日本との交流を制限できるとする条例を制定した。 2007年2月24日に島根県で行われた竹島の引き念式典について外交通商省が条例を即時に撤廃し竹島に対する不当な領有権主張をやめるよう強く求める声明を発表竹島は歴史的地理的国際法的に明白な韓国固有の領土であり領有権を損なういかなる試みも容認しないとしている3月2日に 関温度知事が、鳥取県庁が、竹島は日本固有の領土と表示する電光掲示板を設置していることに触れ、領土問題は、両国政府が国レベルで取り上げるべき課題であるにもかかわらず、鳥取県直接介入することは、両地域間の友好協力の観点からも実に遺憾である旨表明、関係正常化への適切かつ必要な措置を望むメッセージを、 鳥取県が手に発した。2009年2月の調査で、韓国のネット利用者の6割が、島根県が2月22日を、竹島の日としたことを知らなかったり、関心がないと回答している。竹島の日制定で、交流イベントの中止など2県24市町村の26の地方公共団体に影響した。多くは韓国から一方的な交流中止の申し入れで、 日本は安全面を危惧するために一時的な人材の交流を中するに止まった。以上が共同通信社2005年4月16日調べ。他にも姉妹都市交流停止の動きが広がっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。